タンポリスタ。そんな風には見えな
私の前ではいつも気を使ってくれてるんですか？次は4つ目の質問です。あなたは他人から干渉されることが嫌いですか？確かにそうですよね。でもそれでも余計なお世話かなって思えることってありませんか？そういうのを軽くかわせるなんてあなたってすごいな。さて次の質問に行きますね。あなたは他人とできるだけうまく付き合いたいと思いますか？そうですか。私ならちょっと寂しいって思っちゃうかもしれないけど。それじゃあ最後の質問です。あなたは人と話すのが好きですか？私と同じですね。人と話すってことはお互いの意見を交換し合うことだから、いい勉強になるんですよね。得るものも多いし。これまでの答えからあなたの性格を判断すると、あなたは明るく元気なリエちゃんタイプですね。明るくて世話好きでユーモア精神も旺盛。自分の好きな話題や関心事には目がないってタイプですね。ただ深読みしすぎるところがたまに気づかな。それから何事にもスタンドプレーには気をつけてくださいね。敵を作るより味方を増やした方が何かと得ですから。おすすめのハーブはミントとフェンネルです。食後にお茶として飲んでもいいし、頭痛の時にはこめかみにすり込んでもいいんです。それからレモンの香りを身につけるとリフレッシュできますから、選ぶ時の参考にしてみてください。どうでした？涼子のフィトテラピー占い、参考になりました？あなたもハーブの効能をぜひ試してみてくださいね。Thank you.
な一日になりますように。データンポリスタ。どうぞ。おはようございます。今日は6月22日土曜日でボーリングの日です。私ボーリングってしたことないんですけど、あんな重そうな球を投げるのって大変そうだし、きっと難しいんですよね。今日は6月22日土曜日でボーリングの日です。私ボーリングってしたことないんですけど、あんな重そうな球を投げるのって大変そうだし、きっと難しいんですよね。じゃあまた後で。データンポリスター。